国の行きつけの店みたいな感じで初台になったよね、はいはい、なんでそしたら入ったらいきなり奥の VIP みたいなところに通されて、はい、うん、ソファーがあって座ったこともないような綺麗なソファーに、うん、ちょっと滝があったりそう滝があったりなんかしてもうこれは高いの買えんちゃう話ですよもうねそういう VIP ですよ。そこにいきなり持ってこられたのが500万円の時計でした。僕の中で数十万、はい、まずは言えないのよ、もうちょっと言います言えないよ、はい、もう500万から出てきたら500万、700万、1000万とか出てきたら言えないよね。あのでも坂上さんとか蛍原さんはあこんなあるんだって結構まあまあ普通だったけど、東さんでがずっと何か黙ってるしそう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 もうじゃあずーっと汗出てきて東さんだけずっと黙ってて多分ちょっと空中見ながらちょっと安いのはないですか